はい、こんにちは、スレトルトと申します。今回もね、少し変わったゲームボーイのカセットをやっていこうと思います。少し前にね、クレヨンしんちゃんのゲームボーイ版の、カセットをやったと思うんですけども、まあ、30分で終わってしまう。まあ、子供がね、泣けなしのお小遣いで買ったとしたら結構、なんだろうな、30分で終わってしまうの、なんか悲しいな、みたいな感じのゲームをやったんですけど、でも、かなりの原作愛がありまして、まあ、いろんな意味で難しいので、繰り返し繰り返しプレイするので、30分以上かかっちゃうみたいな感じだったんだけど、そのクレヨンしんちゃんの続編、クレヨンしんちゃん3、オラのご機嫌アスレチックというゲームを、今回やっていきたいと思います。あら、白かわいい。ほら、なんかちょっと、しんちゃんの絵柄が、ちょっとアニメに近くなってますよね。クレヨンしんちゃん3、オラのご機嫌アスレチックというゲームなんだけど、まあ、1の時のアクションゲームとは違って、ミニゲームが主に楽しめるっていうオムニバス形式になってんのかな？なんで2を飛ばしたのかって話なんですけど、この3がすごく面白そうだったんですね。ちなみにこのゲームも、どうやら30分ぐらいで終わっちゃうらしいんだけど、これも原作愛がすごくあって、ものすごく評価されてるゲームではあるらしい。やっていきましょう。あらすじ。今年もまたまたやってきました。双葉幼稚園恒例アスレチック大会。そんなのやってたの？双葉幼稚園。優勝者には素敵なプレゼントが贈られるそうだが、今なんかアスレチックとかそういうの幼稚園児がやると危ないからね、どんどんなんか公園の遊具縮小されてってるもんな。ミサエだ。しんちゃん、アスレチック大会に向けてしっかり練習するのよ。プレゼントと聞いて目の色変えたな、ミサエ。早く行った方が身のためよ。おお、じゃあ行ってくるか。なんかしんちゃんが今風になってんな。三輪車乗ってる。昔のしんちゃん結構三輪車乗ってましたよね。今あんま乗ってんの見ないよね。あー、なんかこのマップがあるってだけでちょっと感動するね。この1年間で、このゲームボーイ版の1から3までで、発売時期が1年しか変わってないんですよね。ということは、たった1年間、365日で、このゲームボーイのクレヨンしんちゃん3つ出たっていうね。これ、オケおばさんか？ゴー！これ、オケおばさんっぽいよね。やっぱそうだ。あら、しんのすけじゃない。実は私、ハンカチなくしちゃったんだけど知らない？オケオバスもあんま出なくなってきたよね。ミサエの同郷の友達ですね。あ、オケお姉さんって呼んでる。オケお姉さん、トンカチなの？ダメだな。犬かきぐらいはできないとダメだぞ。いろいろ間違えてるな。ハンカチじゃなくてトンカチだし、トンカチじゃないし、なくて金槌だし。終わった。ハンカチを見つけてあげたらいいみたいなことなのかな。これはアスレチックの練習するみたいな感じかな、ね、姉ちゃん。リアルおままごことでね、一世風靡している。あ、しんちゃん、シロはいる？いないけどなんで？私、リボンなくしちゃったの。もしシロがいれば、私の匂いを覚えさせて探せるのに。ほうほう。あー、なんかいろんなお使いみたいなのがあんのかな。いろんなもの落としてんな。ちょっとこれ、白を連れてくるしかないな。ミサエ、お便秘治った？今ミサエって呼ばないだろうな。お母さんをミサエってね、名前で呼ぶなんて良くないって PT が怒りますから。おバカなこと言ってないで、とっとと行け！あれ？ダメなのか。当選もみたいな感じなのかな。なにこれ？謎のセンターがある。デパート！ミニゲームがそろそろできるかな。誰？おお、ハイグレギャルと、ぼうちゃん。ねえ、僕、私たちと一緒にハイグレ探しゲームやってみない？すげえ嬉しいお誘いだな。これは眉唾もののお誘いですね。ハイグレギャルから。あはははは、いいよ。ぼう。このゲームは、混ぜこぜにされる3人の中から、一人だけハイグレギャルを探し出すゲーム。ほう。十字キーの左右でハイグレギャルのいそうなところに動かして A ボタンを押せばいいだけ。どういうこと？5回中3回当てればあなたの勝ち。私たちの動きをよく見て見失わないように
ね、わかった。なんかあれかな、ハイグレギャルが3人いて、そのうちの1人がハイグレギャルなんだけど、なんかぐるぐる回って見失わないようにするみたいな。ぼー。やりましょう。スタートをしてね、はい。あ、ミサイが1人いるな。ぼーちゃん怖それ。ハイグレギャルは真ん中ですね。あー、なるほど。真ん中。まだ真ん中。ん？左か？ちょっと自信で、真ん中かな。お姉さん、おい！ミサイがちょっとスカートをまくってんのいいな。えい、一問正解。坊ちゃんすごいな。難しくなっていくんでしょ？前半で正解させるべきだよね。右。左。真ん中左。右。よし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 、オッケー。いけるいけるいける。お姉さん。あれ、他のキャラクターを引いた時の、リアクションみたいなの見たいけどな。あの足のやつ怖っ、坊ちゃんの。いくよ。あ、ちょっと速くなってるかも。あはは、真ん中真ん中、右。真ん中右。真ん中右。真ん中右。右、右、よし、オッケー。これ正解っしょ。えい。よしよしよし。いや、言うてね、ゲームボーイの子供向けゲームですから。ねえ、レゾルトさんに関連できないことはない。ああ、なに、飛ばしちゃった。あ、3問正解でもいいんだ。わーい、ハイグレギャル見つけたぞ。しんちゃん、これ、ハンカチ落ちてた。おお、オラのじゃないけど、まあいいか。じゃあね、しんちゃん、バーイ。これをOKおばさんに渡すんだな。なんかちゃんとハンカチ持ってるな。なんかね、あの、よ、秘密道具のように。はい、ゴー！わー、ゲーコマコのなんか、ハンカチが顔に当たるの。あら、しんのすけじゃない。実は私、ハンカチなくしちゃったんだけど、知らない？デパートで落としてたってことなんだな。おう、これのこと。オラのなんだけど、まあ、しょうがない。あげるとするか。もともとあたしのなんだっつーの。ちょっと見つけてきてあげたのに。ひどいなぁ。当選簿してる感じかな、どちらかといえば。これ誰の家？ものすごく金持ちの家に見えるけど。幼稚園だった。全然金持ちの家じゃなかった。おぉ、まさおくんじゃないか。どうしたの？あ、しんちゃん、僕、今からお使いに行くんだ。おー、そうか。じゃあ、はい、これ。しんちゃん、何これ。コアラセット。まさおくんの好きな、コアラごっこ変身セット。ちょっと待ってよ。僕、お使いが。ルールは簡単。十字キーの上下で移動。A ボタンで水鉄砲を発射するぞ。バトルみたいな感じかな。コアラと水鉄砲全然関係ないけど。ダメだってば。十字キーの左右で水をよげることもできるし、3回水をかければ勝ちだよ。わあ！やりましょう。十字キーの、あ、なるほど。いくぜ。一発も食らわず終わらせてやるわ。えい。えい。あ、この水鉄砲ね、撃つ時間っていうの？あ、なんかアイテムみたいなのあるな。その結構連射はできない感じですね。で、打ち消しもできる。な、よく気づいたらなんかよくわからないけど、マサオもう、マサ、あ、いでいでいで、危ない危ない危ない。おっしゃ！危ない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 。よくわからんうちに勝ってたな。いろんなアイテムがあったけど、これ何だったんだろう。一回くるっと回ったけど。ダメだな、マサオくん。まだまだコアラになりきれてないぞ。ちなみにね、今回の、俺めちゃくちゃツイッターとかでおすすめしてんだけど、今回のクレヨンしんちゃんの映画、新婚旅行ハリケーンなんだけど、結構コアラとかがね、めちゃくちゃ出てくるオーストラリアを舞台にしてるんですが、絶対見に行ってください。絶対面白いんで。なりたくないよ！しんちゃん、コアラ手袋あげるから、もう勘弁してよ！大人になってからの方が見て楽しい系かもしんないな、あれ来る映画ね。これがあれば、アスレチック大会で楽に木を登ることができるよ。おう！いやー悪いね、マサオくん。なかなかコアラの格好が似合ってたぞ。なんか新しいしんちゃん、ちょっとね、しんちゃんの声優さん声変わったんだけど、なんか結構声高めなんだよね。いや、悪いねー。
マサオくんもなかなかコアラの格好が似合ってたぞーみたいなさ、そんな感じの喋り方なんだよね。結構似てらっしゃるというかね。このアイテムを集めんのかな、このパワー手袋みたいな下の。これは、ここは行ってないね。春日部書店。あら！あのお二人が出てくるの？今は全然出てこない。あ、風間くんだ。やあやあ、風間くん。おや、しんのすけじゃないか。こんなところで会うなんて、奇遇だね。え、僕がどの本を買うのか知りたいって？しょうがないな、これだよ。日本の経済と未来、全10巻さ。おい、あまり近くに来るなよ、しんのすけ。とか言いながら、この二人が一番仲いいのがいいんだよね。じゃ、トールちゃんもちゃんと好きだしね。なんかねねちゃんのお母さんとかと違ってさ、風間くんのお母さんってしんちゃんのことちゃんと好きなのが俺結構いいなと思ってて、多分風間くんがしんちゃんのこと好きっていうのがお母さんに伝わってるから、しんちゃんがね変な子でも邪険にしない感じがいいんですよね。うわー、僕の本がバラバラに。急いで片付けるんだしんのすけ。本屋で本がバラバラになったの、もう弁償でしょ。このゲームは十字キーで動いて1から10の本を順番に集めていくんだ。10冊の本を集めたところで自分の机の前に行く。これを制限時間内にできた方の勝ちだよ。それじゃあ行くよ。ゲームって言ってるもんな。うん、猫が今俺の部屋入ろうとしてんな。本屋片付けやってみる。はい。なるほど。1から10のやつを集めていく感じでいいのかな。あ、邪魔者いる。おー、すごいすごい、いっぱいある。とりあえず下だな。スタート。1、2、3、4、5、6、6、遠いな。あ、あったあったあった。6、7、なんか邪魔されたな。あ、ちょっと待って待って、7、7、え、7じゃない。あ、待って、なんか取られてる。僕取られてます。なんか取られてます。ちょっと聞いてない聞いてない、あいつにぶつかっちゃダメなんだ。なるほどね、なるほどね。ダメ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 。6、6、6、取りに行こう。いや、俺ばっか狙ってる。おい、風間が取ってるぞ、あいつ。俺ばっか狙ってるもの。あぶねー、くそー。欲張った。でも欲張んないと勝てないな。風間くん何気に3冊しか集めてない件について。めちゃくちゃやべえと思ったけど、余裕じゃねえか。風間くんも狙われてたな。オッケーオッケー、よしよしよし、イエーイ、ふぅ、うまくいくねー。1に比べて難易度がね、可愛い感じだ。やれやれ、オラがいたから無事に本が集まったようなものの、お前がいたから本がバラバラになったんだ。お、風間くん、浮き輪なんか持って、いやー、お礼だなんて、そんな、なんで浮き輪持ってたの？プール行くつもりだったの？こら、返せよ、しんのすけ。それは僕がアスレチック大会で使うんだぞ。ほうほう、これがあれば、早く泳ぐことができるんだな。いやー、サンキューサンキュー。あ、こら、返せったら、返せ、おーい、ゲッツ。なるほど、アスレチック大会に備えてアイテムを集めていくゲームなんですね。いや、面白い。公園。まだねねちゃんのね、アイテムも見つけてない。あ、白来た。おー、白、こんなとこにいたのか。放し飼い、猫じゃないのに。おら、もう、心配で心配で、ゲームどころじゃなかったぞ。めっちゃやっただろ。もう3つ目やったやろ。あ、おー、川村くん。こいつあれですね。川村康夫だね。チーターって呼ばれてます。しんのすけじゃないか。この間はよくも俺様の靴を踏んづけてくれたな。バラ組のチーターね。ちなみにジャクソンっていう犬飼ってます。おかげで汚れは落ちないわ。ママには叱られるわで、大変だったんだ。おー、しまった。あー、また俺様の靴を踏んづけやがったな。やっぱチーターのママはヤンママなんだろうな、絶対。いやー、それほどでも。褒めてるんじゃない。よし、今日はお前の城と俺様のクリントンでしょ。ジャクソンだっただろ、お前。いつの間にクリントンで名前になったんだよ。ジャクソンだったぞ、絶対。あれなのかな、原作とアニメで名前が違うパターンなのかな。このゲームは動いているメーターを A ボタンで止めて犬を走らせていくんだ。え、メーターを A ボタンで、なんかマックスのとこで A ボタンを押していくみたいな。もし相手の邪魔をしたくなった時は十字キーの上で骨を投げることができる。何の骨を投げてんだろうな。骨が犬に当たりそうになった時は自分の頭の上に、ドッキリマーク、びっくりマークが出た時に十字キーの下でかわすんだ。難しい。
もちろん先にゴールした方が勝ちだ。それじゃ行くぞ。やってみましょう。あ、骨は3つあるんだな。かわいい、なんかこのグラフィック。はい。あ、そ、難しい。はい。ぽい。なんかね、あんま欲張らず、8割ぐらいを狙うのが良さそうだね。え、早い！早ー！くっそー！相手骨1個も使ってないのに。もう一回やらせて。なんかちょっとピンとこなかったわ。はじめの方の無駄があれでしたね。相手の画面見たいな。はい。こっちはもう骨を使い切るぐらいの気持ちでさ。あー、骨のな、回避が。頑張れ！白頑張って！白！白もうちょっとだ！よーしゃー！あぶねー！ドーベルマンみたいなやつに勝ったぞ！わたあめ！いいなー。なんてことだ！俺様のクリントが負けちまうとは！おう、さすがは白。それじゃあ次行こう。出発進行、ナスのお進行。ケンカン、アンアン。いいね、いい。あ、でも白を連れてくることができたね。ここのグラフィックがさ、変わんのよくない？超可愛いんだけど、この、しんちゃんとこの白がさ、ほい、ほい、ほいっている感じ。これでねねちゃんをどかせれますね。ねねちゃんどかしアイテムが白なんだね。おーい、いますよ。わたあめみたいだけど、食べちゃダメだよ。ねえ、シロ、あたしの匂い覚えて、リボンを探してきて。あんあん。探してくるかな。キャンキャン。わー、すごい、シロ。ちゃんと見つけてきてくれたのね。どうもありがとう。しんちゃん、また後で、あたしんちにも遊びに来てね。じゃあ、バイバイ。おーい、バイバイ。ママが嫌がるだろうな。うわー、いる！埼玉紅サソリ隊がいる。はい。ゴー！深爪流子。吹き出物マリー。魚の目オリン。ねえねえ、そこ通してくんない？あ、こいつがね、吹き出物マリーですね。吹き出物ありますからね。なんで？ゲームが進まないから、そのまんまやないか！ガキ相手にくだらないことやってんじゃないよ。そんなことより早くあたいのカバンを探すんだ。これこの子が深爪流子ですね。ちなみに俺もめちゃくちゃ深爪なんで、深爪レトルトですね。さす、探すったってね。やっぱりさっき空き地で喧嘩した時になくしちゃったんじゃないかな。喧嘩をしたんだ。ちょっと待って、魚の目おりん、魚の目お銀が出てこなかったな。ちなみにね、埼玉紅サソリ隊に、なんかのリーダーを乗っ取ろうとしたね、四十肩のお京っていうキャラもいるんですけどね。たった一話キャラだけど。空き地行こう。ここは？おぉ！バラ組のなんか、左下のやつはよく見るけど、右下のやつはあんま見ない気がするな。いやぁ、しんのすけちゃんか。なかなかいいタイミングで現れたな。いじめっ子で、いじめようとしてんだろうけど、しんちゃんが強すぎるからな。なかなかいいダイビング？タイミングだ！タイミング！実は俺たちは今から鬼ごっこをやるんだが、誰を鬼にするか悩んでいた。しかし、今鬼は決まった！ほうほう、たけしくんか。お前だよ、お前！たけしって言うんだ。ルールは簡単だよ。制限時間内に十字キーで5人の子供にタッチすればいいだけだ。コツは矢印の上にうまく乗ってスピードアップすることだな。レースゲームみたいな感じ？それじゃあ、たけしくん、鬼の役頑張るように。お前だよ、お前！この感じがいいね、原作っぽくぽさがあって。あ、お姉さんがいる。お姉さん邪魔キャラかもな。5人だよね。全然乗れないんだけど。うぇい！これを乗らないと無理だな。いや、むずい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 。いけー！よし！これだな。あー！お姉さん！お姉さん、こんな空き地で何してんの？お姉さん、いないで、いないで、来ないで、来ないで。ほ
ら、あーお姉さん、ういっしゃ、あと二人、結構タイムリミットがあった。安心。これは安心ですね。上にいるな。お姉さん、お姉さん、邪魔。お姉さん、お姉さんがナンパしてくる。やっぱ時間ねえんだから。これを利用だな。よし、オッケー。あー、ちょ、ちょ、近づいてきてくれてる。いけー、おらっしゃー。25秒残したな。意外と難しいゲームだね。でもゲームとしてなんかしっかりしてんな。ほっほーい、オラの勝ち。くっそー、年中組のくせに生意気な。あ、そうなんだ。あ、年中なんだね。あー、こいつらはチーターとかって年長組ってことなんだ。知らなかった。そんなことよりもよ、土管の中にカマンが置いてあったぜ。誰のなんだろうな。お、オラのもの。あ、持ってきやがった、なんてやつ。ゲッツ。カバンを持ってるグラフィックがあんの、すごいね。これで、埼玉ベリサソリ隊をどかすことができるね。ゴー。ねえねえ、カバンってこれのこと？あー、それだよそれ。間違いない、あたいのだよ。いやー、助かった。カバンなくしたとか、財布なくしたとか、スマホなくしたって、マジでなんか、ね、もう、やになるというかね。もう、本当に、もうどうでもよくなるよね。マジで困るもんな。オラが見つけたんだぞ。ね、お礼言ってよ、お礼、お礼。はいはい、どうもありがとうよ。じゃがいも小僧ね。愛がこもってない、もっとちゃんと言ってよ、ちゃんと。わかった、わかった、どうもありがとうございました。やればできるじゃない。それでいいんだ。これ風間くん家か、松坂先生の家。松坂先生の家ってこんな一軒家なの。おお、花の独身で彼氏いない歴24年の松坂先生じゃないですか。彼氏いない歴24年じゃないでしょ。なんかね、原作ではね、恋人が死んじゃったんでね、飛行機の事故でね、割とトラウマになる案件なんだけど。ああ、人がせっかく部屋の掃除をしてるってのに、よりによってこんな奴が訪ねてくるとは。意外と頑張るんだよね、松坂先生も。やっと二人きりになれたね、梅。下の名前で呼ぶな！と言いたいところだけど、こいつもなんかの役に立つかもしれないわね。ねえ、しんのすけくん、チョコビあげるから先生のお掃除手伝ってくれない？オラを買収しようって魂胆だな。オラはそんな手には乗るぞ。いい？このゲームは制限時間内に 80% 以上雑巾掛けができればいい。雑巾掛けのゲーム。十字キーで動かすわけだけど、拭いている最中は後戻りできないから、よく考えて動くことね。すぐになんか、後ろとか右とかに行けないみたいな。頑張ろうね、梅。いいな。はあはあ。色がついていくのかね。はい。あ、やっぱ色ついてってる。いや、むしろ汚れてるように見える。なんか猫いる！なんか猫いるよ！なんかめっちゃ猫いたんだけど。とりあえず外周を。やべやべ！あ？あ？あ？なに？雑巾は？雑巾雑巾。猫に取られてんのか？あ、雑巾そこに落ちてんのか。あー、そういうシステム聞いてないじゃん。やめて、猫ちゃん！危ねえ。猫ちゃん！猫ちゃん！危ねえ。止まれない、止まれない。よしよしよし、いいよいいよいいよ。74。あと20秒ね。ここ吹こう。よし、オッケー！ 100% 行くしかないでしょ、これ。あー、取られた。 100% は無理だ。 100% 行くと言ったが、それは無理だ。オッケー。あの雑巾に拭いてんじゃないだろうな、あれ。おい、お掃除終わり、約束だよ、チョコビちょうだい。しょうがないわね、ちゃんと掃除してくれたことだし、約束だわ。はい。わーい、チョコビだー。松坂先生、どうもありがとう。雑巾なくしたけど気にしないでね。じゃ前雑巾ぐらいな。お、チョコビもらった。これがなんか意味あんのかな。食ってるな、しんちゃん。チーターがいる。またチーター？
ゴー。ね、クリントンいるな。クリントン。ジャクソン改めクリントンね。おー、河村くん、今度はこんなところにいた。それにしても河村くんの靴っていつも汚れてるね。どうしてお前が言うなよ。どうしたクリントン、急にへたり込んじまって。あー、ちょうどよかったな。お腹空いてるんじゃない？そうか、さっきかけっこなんかやっちまったもんだから。ちくしょう、なんか食いもんねえかな。チョコビでよかった。あれ、しんちゃんがチョコビを差し出すなんて珍しい。サンキュー、悪いな。ほら食え、クリントン。バウバウ、雑食だな。やった、クリントンが元気になったぞ。しんのすけ、お前やっぱりいいやつだったんだな。単純だな、チータ。チョコビはちゃんと返すこと、それも1週間以内にだぞ。ただじゃなかった。お前やっぱり嫌なやつだったんだな。まあでもあげたおことでね、ワンちゃんが、テルロブくん、誰？テルロブくんって誰だっけ？バラ組の誰か？おお、一見生意気で怖そうに見えるけど、実はその通りのテルロブくんだ。あ、こいつかよ、このデブかよ。げ、お前はひまわり組のおバカ、しんのすけじゃないか。わあ、それにしてもとろそうな三輪車に乗ってるな、だっせ。勝負してみる？オラの三輪車さばきはすご、むごいんだぞって、むごいの？引くの？むごいじゃなくてすごいだろ。よし、行くぜ、勝負してやろう。ルールは目的地5つのうち、相手より先に3回ついた方が勝ち。ほう。リズムよく A ボタンを叩いて、三輪車を進ませ、十字キーで方向を変えていくんだ。何その難しそうなやつ。B ボタンでスーパーダッシュが使えるけど、目的地1つにつき1回だけ。スタート地点はそれぞれ違うから、よく考えて効率よく動き。めっちゃ難しそうじゃん。その説明だけじゃ分かんないよ。あ、ここのマップでやるんだ。おい、目的地どこよ。公園。はいはいはい、今 A ボタン押してるけど、目的地どこ。公園って、公園ってどこだっけ。公園ってそもそもどこ。ちょっと、はいはい、あー、やばいやばいやばい、そういうことか。松坂先生の家、わかる。左下だ。スーパーダッシュ。はい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 。犬、松坂先生、下、あああやられた。くっそー、難しい。マップを頭にまだ入ってねえよ。デパート右の方。見た目じゃちょっとね、わかんにくいんだよな。この A ボタンを押すってのもよくわかんないんだよね。連打すればいいもんじゃないでしょ。ちょっと、危ねえ。オッケー、スーパーダッシュがうまく効いた。犬がちょっと俺の近くにいるのやだな。公園、あれ公園上じゃない。犬、俺もスーパーダッシュだ。よし、オッケー。いや、今のこの位置関係あんま良くないぞ。損だぞ。幼稚園、ちょっと横の方だな。もうスーパーダッシュ行こう。オッケーオッケー、なんか得してる、なんか得してるぞ。いやー、あーっしゃー、オッケー、巻いた、巻き返したぜ。いやー、テルノブ君も大したことないな。盛り上げ上手のレトルトさんですね。わーいわーい、オラの三輪車の勝ち。ほほほほほーい。でも気にしないでね、テルノブ君、勝負は時の運とも言うし、優しい。でも勝ったのはオラだけど、くそ、オラは別にオラが勝ったということを自慢したいわけじゃないけど、オラの勝ちに変わりはないし。わかったわかった、なんか欲しいんだろ。これダッシュボード、こいつをやるよ。スケボーみたいな。これでアスレチック大会で楽に砂場が通れるようになるぜ。これ持って早く行け。しょうがない、もらってやるか。おう、もうこんな時間だ。アクション仮面が始まっちゃう。今日はもう帰ろっと。でもまだ2つアイテム足りてないよな。ねねちゃんちか。風間くんちもあるな、あのマンション。ねねちゃん、遊ぼう。あ、しんちゃん、遊びに来てくれたの？まあまあ、遠慮しないで上がってよ。あのね、ここは私の家。そうだ、しんちゃん、私と踊りのお勉強してみない？はあ。
幼稚園の頃からダンス習ってんだな。わがままだな。ほら遊んでる暇ないのに。このゲームはしんちゃんが私の1から4までの踊りを順番通りに踊ってくれればいいの。覚えゲーか。十字キーの左右でカーソル動かして A ボタンを押して順番をつけていくのよ。 B ボタンで取り消しもできるからね。それから勝っていくたびに踊りの回数が増えていく。難しそう。モノマネお遊戯スタートしてね。はい。何？まずは4パターンからね。何？これどういうことなんだろう。これ一番左はさ、上の動きなのかな。上左下右でいいのかな。ほうほう。あ、待って。右。ちょっと待って、聞いてない。右。右上。ちょ、もう一回やってもらえる？もう一回やってもらえる？まさかねねちゃんがそんな感じやるなんて思ってなくてさ、ちょっともう一回やってもらえる？もう全然わかんねえよ。もう一回やってもらえる？全部違うじゃねえか。そうそう。あ、それは合ってたんだね。なるほど。ちょっと違うわね。はい、お願いします。すいません。はい、フラダンス、上ダンス、真ん中ダンス。はぁ。ちょっとこれ、しんちゃんの動きとさ、全然違うように見えんだけど。後ろ向いてないからこれでいいのかな。しんちゃんの動きと違くない？もうちょっとなんかあんま見てなかったよ。あ、これで合ってんだ。あ、それ違うんだ。なんかそんな感じの動きしてなかった？そんな動き、え、ちょっと待って、やばい。ちゃんと覚えるわ。なんかそんな感じの動きだったけどな。ちょっと完全ミスじゃん。はい、4パターン。フラでしょ？で、このなんかでかい動きで、なんかこう、チェッチェッコリみたいな。で、でかい動き。同じ動きが2回あったよね。2回選択がもしかしてできるってことかな。これはフラダンスでしょ、絶対。これなんかよく見たらフラダンスじゃないんだよね。なあ、難しいよな。で、フラダンス。これがなんかあの動き、ねねちゃんのダンスとしんちゃんのダンスが違うんだけど。で、これが3番目で、これ2回あったよね。これというか、これなのかちょっとよくわかんないけど。フラダンス、これは合ってんだよ。あ、よかった。これがあれなのか。体を大きくなんかこう、扇状にするやつ。で、チェッコリみたいなダンスで、大きい動き。なるほど。これ癖あるな、このゲーム。すごい正解よ。5パターン難しいよ。はいはい、チェッコリ。何それ。で、フラダンス。あ、大きくなやつ。で、フラダンス。フラダンスもっとやってほしいな。次はしんちゃんね。はい。とりあえず、これ何これ。あ、これなんか、フラダンス。これ扇だもんね。これが一番初めだって。で、見たことないやつだったから、これなのかな。で、フラダンスでしょ。で、扇やって、フラダンス。あー、ちょっと怪しいなー。そうそう。あー、よし。これは、覚え芸以上に、しんちゃんの動きとねねちゃんの動きの答え合わせもちゃんとしなきゃいけないみたいな。いや、もう終わって。もうこれ以上俺覚えられない。くっそー。何これ、横のやつ。これ横のやつね。扇。で、フラダンス。何、縦横運動。で、フラダンス。フラダンスもっとやってくれればなー。早くやんなきゃな。縦横のやつも2回あったから、これかな。で、これだ、横だけのやつ。これが扇だよね。で、フラダンスって、でもこれが2回あったはずだから、で、最後フラダンス。はい。でも結構これ子供泣くぞ。難しいぞ、これ。そうそう。絶対メモしてやった方がね、いいかもしんない。子供とかだったら。よーし、オッケー。なんか、順番で覚えることができないんだな。1、3、4、2みたいな感じでさ、なんかピッピッピッって覚えられない。
終われ、よーし、オッケー、すごい、やっぱりしんちゃんには踊りの才能があるみたいね。よし、私のこのセンスをプレゼントしちゃう。アスレチック大会で役に立つかもしれないわよ。これでしんちゃんの踊りを見せちゃえば、相手はびっくりして動けなくなっちゃうわよ。イエーイ、レッツダンシン。おー、ラスト1個だ、で、1個ですね。風間くんの家で終わりかな、じゃあこれ。ここ。住宅地。そうだよね、団地かなんかに住んでんだもんね。俺ちょっと待って、まさかのウリマクルヨじゃん。見つけたわよ、じゃがいも小僧。おっと、ちなみに私はオカマじゃないわよ。オカマのお姉さんって呼ばれてんだよね。まあクレヨンしんちゃんの初期に出まくった、セールスの おばさんっていうかお姉さんなんだけど。じゃあ、ニューハーフということで。違う、私は女なのよ、お願いだから分かって。あんまり今は良くない、このお笑いかもしれんな。今の時代だとあんまり許されなさそうなね。この人なんか昔のアニメにはめちゃくちゃ出てたんだけど、15年ぐらい、なんか音沙汰なくてアニメ出てなかったんだけど、なんか3年ぐらい前に出てるの見ましたね、俺。ダメだこりゃ。これはね、セールスレディ7つ道具の一つ、ジャンプシューズよ。あ、これは欲しいな。いやー悪いね。誰があげるなんつった。そうね、私とこの餌探しごっこゲームで勝ったらあげてもいいわよ。わー、子供に遊んであげてんだよ。ほうほう。このゲームは左側の絵と同じ絵を右側の絵の中から探し出すゲーム。お、簡単そう。十字キーでカーソル動かして A ボタンで蹴って、制限時間内に私の最高得点350点超えられるかしら。ふわほほほ。オカマパワー爆発だな。オカマネタめっちゃ好きだからな。めっちゃ簡単じゃん。スタート、はい。え、あ、そういうこと。これ白でしょ。はいはいはい。これチーターでしょ。ん、ヒロシか。ヒロシ出てこないな。これか、吹き出物周り。これも吹き出物。いや違うな、風間くんか。いや、坊ちゃんだった。クソ、やられた。いや、これチーターだ。わかりやすい服着ててありがとな。ヒロシ、なんかヒロシ老けたな。坊ちゃん、この口は、あ、チーター。結構時間あんな。この耳は坊ちゃん。あ、風間くん、これ減点されんだな。間違えない方がいいね、姉ちゃん。350やばくないか。350やばくない。しんちゃん、しんちゃん初めてじゃん。あ、355だ。あー、上が点数だったのか。はい、ダブルしんちゃん。いや、余裕ですね、これは。チーターかな?はい。これは?そこはわかんないな。チーターだ。オッケー!なんとかなりましたね。ヒロシ出てきてほしいな。なんか焼き芋屋のおじさんみたいな感じで、ヒロシ。今回の映画でも大活躍しましたね、ミサエとヒロシが。オッケー !500 点クリアじゃないこれ。アスレチック大会あんのかな。おい、350点以上取ったよ。あっさりとクリアしたわね。しょうがないわ、ジャンプシューズあげましょう。売り物でしょそれ。これでアスレチック大会で楽にハードルを飛び越せるようになるわ。まあなんて便利なんでしょう。まあなんて気の利いたオカマさんなんでしょう。おほほほほほ。イエーイ、ここゲット。これ持って帰ればいいって感じかな。これで母ちゃんもね、商品目的の母ちゃんもアスレチック大会優勝で喜んでくれるでしょう。ああ、しんのすけ帰ってきたか。父ちゃんおかえり。アクション仮面、アクション仮面。しんのすけ、あんた明日アスレチック大会でしょ、早く寝なさい。どうだブラックメケメケ団、
正義の力を思い知ったか。わっは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 。同じことを二度も言わせんじゃないわよ。早く寝なさい。べー、おやすみ。俺、出番これだけ？もうちょっと出てほしいよな。おお、ガスガスしい朝だ。それではそろそろ行ってきてやるか。すがすがしいね。しんちゃん、頑張って優勝目指すのよ。それじゃあ行ってくるね。お土産買ってきてね。いろいろ突っ込みどころあるけど、一切突っ込まないな。で、うちに行けばいいのかな。はい。ゴー。なんか一瞬なんか映り込むの気になるな。さあ皆さん、今日はみんなが楽しみにしてたアスレチック大会よ。それではアスレチック会場へ向かいます。幼稚園じゃないんだな。あ、ここ？はあ、ここが最終面みたいな感じですかね。さあ着いたわ。それじゃあ始めるまよ。みんな準備はいい？操作方法は A ボタンで前進して十字キーの上でジャンプをするわ。みんなが普段練習した成果を思う存分発揮してね。それではゲームスタートよ。でもシンプルだね。なんつってた今？ちょっとちゃんと聞いてなかったな。うっ、 A でジャンプでいいんだな。はい、ここは A ボタンを連打でいいのかな。はい。あー、くそ、難しい。このタイミング、あー、ダメ。今の乗れてる。風間くん乗れてる。風間くん待って。よし。あ、そっち、そっちも？よし。あ、でも風間くんめちゃくちゃ手間取ってる。おわー、浮き輪、ジュリアナー、何これ。はい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 、うまーい。いいぞ、 A ボタン連打。まだあんの？これさっきやったじゃん。ここ、よし、ここ、よし。あ、もう捕まったって。これ連打した方がいい。よし、いいよいいよいいよ。いやあ、ゴール。年長組に勝ってますからね。あいつ年長組なのに最下位なのかよ。わーい、わーい、オラの優勝だ、わーい。嘘だ、何かの間違いだ。しんのすけが優勝するなんて。カズマくんの浮き輪のおかげだ。おめでとう、しんちゃん。さすが私の教え子だわ。さあ、優勝者へ贈られるプレゼントの中身は？アクション仮面変身セットだ。これは嬉しいな。おお、まさに予想通りのプレゼントって感じ。でも嬉しい。ははは。しんちゃん、外見だけでなく心もアクション仮面のように美しくなければダメよ。あ、いい先生だ。さあ、良い子のみんな、アスレチック大会はこれでおしまい。明日からはまた楽しい幼稚園生活のスタートよ。それでは今日はこれで解散。はーい、さよなら。おークリアしましたね。まあ、45分ぐらいですかね。はい。薄井先生。いや、でも、よくできたゲームだね。まあ、1も、まあ、短いし、3も短いですが、どっちもなんて言うんだろうね。うん。ちゃんとできた。キャラゲーとしてちゃんとできてましたね。原作寄りの設定というか、面白いと思います。てか、全体的にクレヨンしんちゃんのゲームってクオリティ高いの多いよね。スーファミのやつも面白いし、なんだっけ、ゲームアドバンス、なになに？ザワールドみたいに止まったよ。あー、怖い、なにその演出。アクション仮面出てきた。甘い、甘いぞ、しんのすけくん。本当にこれで終わりだと思ったのか？すげー、エンディング中に。君もアクション仮面となった今、私と対等に戦える立場となったわけだ。スーパーアクション仮面ゲーム、これで私と勝負だ。十字キーの上下で操作してアクションボールを弾き合い、相手の後ろに3回入れれば勝ちだ。ホッケーか。アイテムのラケットを取れば A ボタンを押すことでスーパーショットが打てるぞ。それでは行くぞ。ゴー！すげー！ようできてる！ほいっと。あ、いいんじゃない？
危ない、スーパーショット打ちたいな。あー怖いな。あ、あれか、スーパーショットのやつ。よし、オッケー。スーパーショット打ってこなかったな。あ、俺んとこにも出してよ。敵を倒した時とかになるのかな、これ。おっしゃい。アクション仮面、アクション仮面、そんなんじゃ地球の部屋守れないよ。お、ロケット出してる。これスーパーショット来るかもな。アクション仮面、スーパーショット見せてよ。これじゃあ倒せないよ、嵐を呼ぶジャングルのテーマ、あのアフロキングみたいなやつ。見事だ、しんのすけくん。それで私も本気を出すとしよう。次はハイパーアクション仮面ゲームだ。え、なんて嘘だ。だがよくやったぞ。私を任すとは、君も一人前の正義のヒーローだ。それではこちらの愉快なエンディングをプレゼントしよう。ではさらばだ。はっはっはっは。おお、オラも帰んなきゃ。アスレチック大会も優勝したし、褒められるぞ。ははは。あ、こっちが本当のエンディングだったんだ。わー、なんか今のエンディングでさらにすげえいいゲームのように思えてくるな。よくできてる。クレヨンしんちゃん3、オラのご機嫌アスレチック。やっぱクレシンのゲームってよくできてるよね。映画もいいですが、うん。ゲームボーイアドバンスのさ、なんかクレヨンしんちゃんのゲームってなんか、ロックマンのスタッフが作ってるみたいなのを聞いたことあるんだけど、だからなんかアクションゲームとしてかなりね、クオリティ高いというか、高くできてるらしいですね。あとなんか映画のキャラクターたちがね、出てくるみたいなやつもあるよね。映画の都、ショックガンみたいなやつ。ジュリアナ。時代だね、このジュリアナっていうさ、センスを振り回してお立ち台で踊るっていうのも、もう古い感じだけど、初期のしんちゃんだとよくあった感じだね。ねえ、なんか、まあ俺結構なんか何回も言ってんだけど、今回のクレシンの映画ね、マジで良かったんだよね。なんか俺のね、クレシンの映画で一番大事なところっていうのが、一番大事なところっていうのは、野原一家がすげえ頑張るっていうことなんですよね。俺がそこの評価基準で一番でかいところが、野原一家がメインですごく頑張る映画が好きで、だからね、カスカベ防衛隊が活躍する映画ってのは俺の中であんまり、なんかね、上位にはランクしないんだよね。面白いのもいっぱいありますが、上位にはあんまランクしなくて、今回はまさに、カスカベ防衛隊じゃなくて、野原一家が頑張りますし、なんかテーマもね、新婚旅行っていう、ヒロシとミサエの感じなのもいいですし、あとね、結構ギャグのキレもね、良かったんですね。なんか寒いギャグとかもたまにはあるんだけど、子供向きなのか大人向けなのか、どっちの層を狙ってんだみたいなギャグもあるんだけど、今回普通にね、しんちゃんのギャグとかで普通に笑っちゃいましたし、うん。まあ、しんちゃんのね、声が変わっちゃって、まあ、ヒロシの声も結構前から変わって、まあ、そこがね、なんかやっぱ昔から見ている俺からすると、受け入れられないっていうところもやっぱどうしてもあるんだけど、まあ、まだ変わったばっかだからね。うん、受け入れられないってとこもあるんだけど、それがもちろん原点になるんだけど、それでも、超良かったんで、うん。ぜひぜひね、皆さんに見に行ってほしいね。まあ、DVD とかね。1年後に多分、なんか、アニメね、テレビでやると思うんで、それでもいいんですけど、普通に面白かったね。大人向きなお話だったんだけど、うん。うん。子供の時見てるよりは、大人の時見た方がいい感じの話でしたね。なかなか終わんねえな。なかなか終わんないな。エンディング普通に流れるエンディングより、確かにこっちのエンディングの方がコミカルで可愛いね。アクション仮面のエンディングでね、差し込むっていうのが、なかなかゲーム、たまーにゲームの演出でそれあるけど。もう喋ることないよ、しんちゃん。もうそろそろええんちゃうか？エンディングもそろそろええんちゃう？コンポーザー。コンポーザーって何するんだろう？横ヤンマ。横ヤンマ。昔は多分、実名とかあんまゲームのスタッフロールに自分の実名あんま使わないんだろうね。イズちゃんコパピ。カツヤンオカモ。何をもってその名前にしたんだろう。あだ名だったりすんのかな。バンダイが出してんだね。やっぱキャラゲーといえばバンダイだけど。これはキャラゲーといえばバンダイですが、これはバンダイの中でもかなりいい方のキャラゲーでしたね。あ、チョコビ。しんちゃんチョコビ落ちてるよ。早い。おー。
おしまいと。おー、いや、よくできてました。じゃあ、あー、初めに戻った。いやー、よくできてましたね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。クレヨンしんちゃんスレオラのご機嫌アスレチックでした。またね、一パートでクリアしちゃいましたが、クリシンのゲームってね、なんか確か何個ぐらいあったんだっけ。ゲームボーイだと5ぐらいまで確かあったんだよね。5ぐらいまで確かあったかな。で、今1と3やってるので、またちょっとね、売ってるのを見つけたら、まあ、2、4、5とかもやってみようかなと思いますが、今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。クレヨンしんちゃん3、オラのご機嫌アスレチックでした。よければ高評価ボタン押せてね。